ラゴットロマニオロです。僕はこの犬種がなぜか好きです。17398、すぐ下にも一番ですよ。今ね、今これ見てるんですよ。カタログの番号でちょっと今どのカテゴリーかなと。173。ちょっとね、でこれ見るとね、ちょっとカメラが下の方に行ってしまうんですよね。Do you know which category is this? Volgens mij de pups. Even kijken. Ik dacht puppy. Puppy dog. Okay. Okay. Thank you. Okay. Oh yes, 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 yes. Oh yes. Thank you. Puppy dog. Het is fijn dat het aantal er ook achter staat. Which category is this? って僕言いましたよね。そういう風にね、なんかね、その話すときにすぐそういう風になってしまったりしますね。Which category this is ですよね。だって Do you know って最初聞いたんですから、Do you know which category this is ですよね。Which category is this? 言いました。まあまあまあいいですね。まあ喋るときはね、こういう間違いはよく起きます。She doesn't を doesn't って言わなきゃいけないのに、she don't って言ってしまったりとか、まあするときあります。ああ、don't じゃなくて doesn't だみたいな。何も考えずに喋ってるとそういう風になりますね。学校の試験で紙にその答案用紙に書くときはいろいろ考えながら書きますから、こういう簡単な間違いというのはしないでしょうけど、喋るときってもう瞬間瞬間でバババババババ喋らなきゃいけないので間違えますよね。まあ、いや間違えますよねって僕だけかもしれません。皆さん間違えないのかもしれませんが、僕はちょっと間違えますね。こういう簡単な英語でさえ間違えちゃいますよね。ただね、やっぱね、その結局たくさん単語を覚えているということがね、とても大事ですよ。その単語を覚えていると、すごく、話ができできやすいですよね。だから。単語を覚えた方がいいですね、たくさん。
文法はもう本当にもう中学生の文法だけで全然大丈夫です。まあ高校ぐらい、高校そうだな、あの、なんか接続詞のざっととかあれくらいまでじゃないですか。そんな難しい文法なんて必要ないですよ。現在過去未来と、あと現在完了とか、あと受動態とか比較とか、受動態能動態比較、それくらい分かっておけばもう全然大丈夫ですよ、ね、あと助動詞のは覚えておかないと。あ、まあそれはもうそんなことは言わなくても覚えてらっしゃいますよね。だから can とか may とかなんか will とかああいうやつですよ。あとそのただ単にその can とか may の過去形として could とか might を使うんじゃなくて、could とか might はそのただ単に過去形としての意味じゃないことの方が多いので、使うときに could be とかよく言いますからね。だからその、多分ねみたいな感じで言いますからね。だからその何ですか、あのそういう助動詞ですよね。まあそんなの僕が言わなくても皆さんの方がよくご存知ですよね。助動詞とあとその何ですか、5つの W と H ですよ。 Which, When, Why, What, Where, How、 だそれさえ覚えとけば大体喋れますよね。あとはね、単語なんですよね。その基本的なその中学生であの教わる英語の文法というのが分かってない人はそれはもうちょっとね全然ダメですよ。それはもう全く話せないですね。それはもう片言の英語の中に入らないですね。その中学の時の文法を完璧に覚えていて、それで初めて片言と言えますね。それで初めて片言の英語と言いますね。それが分かってなかったらもうそれは片言の英語とは言いません。それはただもううめいてるだけみたいになってしまいます。本当にだから中学の時ので中学で教わるあの英文法さえあの完璧に覚えていればあの問題ないです。僕は完璧に覚えてますね。中学の時に教わった英語というのは未だに、別に勉強し直したわけじゃありませんが、中学の時にきちんと勉強してますから、勉強というか授業中ちゃんと聞いてただけなんですけど、その中学の時にきちんと授業中聞いてましたから、あのその時に中学の時に授業中聞いて覚えたということを未だに覚えてます。今は50歳ですけど完璧に覚えてますね。 100% 完璧に覚えてます。まあ、100% というとちょっと大げさかな。でもまあ 90% は絶対覚えてますね。あと基本的なその現在過去未来とか、そのさっき言った助動詞とか、5つの W と H とか、なんかそういう受動態とか能動態とか、そういうのはもう 100% 完璧に覚えてますね。いや、また 100% じゃないかな、まあ、すいません 100% というとちょっとは問題かもしれないですけど、もうほぼほぼ覚えてますね。だからまあなんとかその通じるだけの英語というのはまあなんとか読み書きできるかなみたいな。まあ話すときもそのそれを元に話しますけど、ただね、人間同士の会話のときにそのあれ何言ってんのか分かんないなっていう、その何言ってんのか分かんないというのはどういう、なぜなのかっていうと、そのね、文法はね全然難しいこと何にも言ってないんですよ、その会話の中では。ただなんで分からないかというと、ただ単にそのあれですよ、あの単語をね覚えてないだけなんですよ。僕の高校はあの辞書、英語の辞書1冊全部覚えさせられるんですね。だから本当はあのあれをきちんと真面目にやっとけばよかったんですけど、僕ね真面目にやらなかったんですよね。その偏差値教育というものに反抗して、あパピー終わったな、ちょっとこれずっと回しっぱなし大丈夫、これ何、
ジュニアドッグですね。いや、このね、ラゴットロマニョーロっていう犬がね、なんか僕好きなんですよね。なんで好きなんだろうか、わかんないけど好きなんですよ。なんで好きなんでしょうね。なんで好きなのかわかんないんですけど、好きなんですよ。このモシャモシャ感がすごい好きなんですよね。ちょっとプードルみたいな感じもありますけどね。ラゴットロマニョーロ、あの左のあの犬が、あの犬のその毛色ですね。あのなんか、なんどう、あれなんていう毛色なんですかね。そのなんか白と茶色となんか入り混じってるみたいな、あとブルーっぽい色が入り混じってるような犬もいるんですけど、グレーかな、なんかあれも好きですね。ブルーっぽい、ブルーなのかグレーなのか、ブルーなのかな、あれ、あれも好きですね。いや、好きですね。これはジュニアなので、今そうですね、12ヶ月から18ヶ月までの間の犬ですね。生後12ヶ月から18ヶ月までの犬ですね。茶色の方が1位でしたね。今すいません、今ちょっとね、服を脱ぎました。暑かったからマフラーまでしてましたからね。朝早く家を出てきたので、ちょっとね、暑い。あれ、あの茶色の方が選ばれましたね。どういう基準なんでしょうね。絶対あっちの白茶色の方が可愛いですけど。いや、この犬種好きですね。なんで好きなのかよくわかんないんですけど、ほら、なんか可愛いでしょ。
あとね、僕ねスパニエルも好きなんですよ。そのスパニエルもどのスパニエルかな、スパニエルってすごい種類があってね、ちょっともうよくわかんない。スプリンガス、いやスプリンガじゃない、あれイングリッシュスパニエルなのかな、いやなんだっけな、あれなんかあの黒と白なんですけども、黒が多いみたいな、なんだこう白に黒いサシが入ってるみたいな、すっごいなんかね、あのスパニエルすごい好きなんですよね。次はこれですね、ポストグラデュエート。こうちょっとずっともう続けて撮りますね。もうね、あの一つずつカテゴリー別にそのビデオを一回一回こう切って撮ってたんですけど、ダックスフンドを一昨日かな、昨日か一昨日か、一昨日だ、一昨日撮ってたんですよ。そしたらもう。YouTube にアップするのすっごい大変だったんですよね。だからもうずっと回しっぱなしで、カテゴリーが変わったらその都度その都度報告するような感じでやるようにします。好きなんでしょうね、わかんないけど好きなんですよね。僕は基本的に大型犬が好きなんですけどね。だからこういうそのちっちゃいのは好きじゃないんですよ。まあそんなにちっちゃくないですけどね。でもまあ僕からすると小さいわけですよ。だいたいまあ40キロ以上じゃないと嫌だったんで、犬っていうのは。この犬はもう僕にとってはものすごく小さいんですよ。僕はだいたいもう40キロからなんですね。最低が40キロ体重が。だからもう40キロ未満の犬はもうちょっとすぐ小さく感じるんですよね。でもこの犬好きなんですよ。なんでかわかんないけど。なんで好きなのか。ちょっとでもちっちゃいですよね。あとボロニーズも好きですね。ボロニーズ好き。ボロニーズすっごい可愛いですよ。なんか毛がチリチリして縮れたみたいな感じで、なんかソバージュかけてるみたいな感じなんですよ。あのなんですか、ボロニーズは。それでその白くて真っ白でそのソバージュかけててすっごい可愛いんですよね。なんかピョン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 跳ねたりして、もう本当なんていうか、なんていうんですかね、そのあのディズニーのアニメに出てくる犬みたいな感じなんですよ。すっごい可愛いですよ。だからこのその何ですか、ラゴット、このラゴットロマニョーロの、まあ、長いからラゴットって言いますが、そのラゴットの、中でもちょっと大きめの犬の方が僕はいいですね。だからあのこの手前から2番目ぐらいの犬の方がいいですよね。
この毛のなんかモシャモシャ感がすごい好きですね。今もう自分の犬を関東のお友達のところに預けてるので、あまりにも海外に行くからもうどうしてももうちょっと、そうするしかなかったんですよ。もう毎回そのペットホテルみたいなところに預けるとすっごい高いんですよね。でそのお友達のブリーダーさんがその無料で預かりますとおっしゃったので、もうその言葉に甘えてそのただで預かってもらってるんですよ。もうなんか恩返ししなきゃいけないなともちろん思ってますが、そのこととまた同時にその自分の犬にものすごく会いたくなるんですよね。まあ、本当そのなんかすごい苦しい時があるんですよね、会いたくて自分の犬に。だからちょっともう海外に行くのやめようかなってさえ思ってますね最近。本当にその年間7回ぐらい海外に行きますからね。でその1回行くのに2週間から1ヶ月ぐらい行くので、もう本当1年の半分ぐらい、まあ正確に半分じゃありませんが、いやーでも半分ぐらい行ってますよね。今回も今クラフトにこれ今来てますけど、日本に帰るのは4月の1日なので、今今日は3月の10日ですからね。今日あ10日だっけ、11日だったから、まあとにかくそれくらいですよ。それなのにその日本に帰るの3月1日で、あ3月じゃない4月だ、4月1日で、今度は4月6日からロンドンに行くんですよ。だからもうでロンドンから帰るのは5月1日ですからね。もうまた1ヶ月ぐらい行ってますから。だからちょっとね、まああえてねちょっと長めにしてみたんですけど、今回はどうなるかちょっと